芸能界ラブサクスアンケートもちょちょうがくちょーゆいです。くるみです。ちょうガールです。イエーイ。はい、今日は何をやるんですか？今日はですね、なんとちょう編集部様からですね、はい、なんか封筒が届いております。なんか楽しそうな予感がするぜ。だねと思いきや、まあ、楽しい内容なんですよ。楽しい内容なの。これはあの9月1日頃発売の、うん、チャオコミックスの見どころが入ってます。おお、楽しいですね。ここまで楽しいんですよ。あ、ここまで。ただしチャオガール誰ものコミックスの紹介はね、噛まずに言えますよね。出た出た、そう思います。それです。ということで、噛んだら激まず苦いお茶を飲んでいただきます。噛まずに言おう、チャオコミックス見どころ紹介対決。イエーイ。じゃあ早速やっていきましょう。はい、どっちからやる？どうする？自信ある？いや、なんかない。うん、お、頑張れ、いくよ。うん、はい、まず一冊目がこちらです。芸能界で一番輝く星になりたい、光オンステージ1巻、中原アン先生です。道端のタンポポのように地味で目立たない女の子、それが星川ひかり。それがスーパースター椎名林檎と出会ったことで世界が180度ひっくり返ることに。まさかこの私が芸能界に入ることになるなんて。夢が恋が運命が動き出す伝説的アイドル漫画キラリンレボリューションの名手中原アンが送る芸能界ラブサクスラブ&サクセスストーリー。はい、ということです。じゃあいきます。いやーね、光をステージは待ってた。そう、コミックス化を待ってました。そう、そうなの。好きだよね。好き。なんならニジプリも好き。もうね、シンデレラストーリー、本当に。シンデレラストーリー。もう憧れるよね、こういうの。はい、次。じゃあ次、私が読みます。はい、読んでください。任せとき。次は、こちら。可愛すぎて大人気。プリプリちーちゃん第6巻。篠塚ひろむ先生です。困っている人を放っておけない優しい優香に拾われた、まんまる地底人ちーちゃん。宇宙人うっちゃん。ステージにジョー君も加わって賑やかな毎日。高校生になった優香は演劇部に入学。新キャラも登場で、さらにドタバタナイフが爆笑&可愛さパワーアップな第6巻。ちーちゃんね。ちーちゃん可愛いよね。うん、もう6巻なんだね。ちーちゃんのまんまるさ好き。わかるわかる。可愛いよね。ここからこれっていう、ね、アンテナみたいな。カバーも可愛いでちな。そうでちな。の次行くでち。次誰だち？あなただち。次はこちら。チャオディラックスナンバーワン連載のコミック化、ため息ラブジュエル大木真代先生です。幼馴染のハルトが大好きなのに素直になれない愛、母にもらった声に聞くアメジストのネックレスに素直になりたいと願うと小さな妖精が現れて、でもこの妖精ちょっと頼りない、愛の恋は叶うの、マシロンの送る、はぁ、初々しいフェアリーラブコメ短編集、君と初恋の話が絶好調、アンケートも上常に上位のマシロンの最新シリーズ、可愛い雨と意地っ張りの愛の恋から目が離せないらしいです。上本さんは漢字が読まないんですか？私漢字苦手ですので。はい、どうぞ。いただきまーす。いやー、声叶えてくれる妖精ね。ね、いたらどうしようかな。バンドマンとさ、付き合いたいよね。やめてください。ゆいちゃんは？ゆいちゃんは学校で先週ない
噛んだ噛んだ学校で青春ライフを送りたいです。リア充の発想。次お次いきます。次のコミックはこちらです。チャオホラーコミックス大人気ダークファンタジー第16巻。あ、16段だった。早く読んで。シャクラの魔法ファントムデコレーション水堀の先生です。森の奥にひっそり佇むチョコレート店ショコラノワール。私はここのショコラティエ相川ショコラ。願いを叶えるチョコレートはいかが。ただし私のチョコは高いわよ。今日も切なる願いを叶えたお客様とショコラの物語の幕が開く。ショコラとカカオの初めてのデートなど特別書き下ろしストーリーも収録。ウェイ、一回間違えましたよ。でも行きます。飛びます。あーもうやだ、もうやだ。私ショコラの魔法大好きなんよ。わかる。代償がね、うん、大きいよね、うん、あの最後の方にその代償がさ来るじゃん。うん、今回はこれだったか。わかる。ほんとこれはね、そこがすごい好き。でもなんかさ、うん、ホラーコミックスだけど、うん、なんか誰かが幸せになる感じじゃない、うん、ショコラの魔法って、うん、それいいよね。ショコラとカカオの初めてのデートだって。いやー、カカオめっちゃイケメンなんよ。そうだよね。あの黒猫からバーンって変身した時にマジイケメンに。黒猫からバーンってイケメン。次、これで最後ですね。はい、こちらチャオホラーコミックス噂の都市伝説ホラー戦慄の第7巻、人間回収者7巻、仙道明先生です。誰からも必要とされない不要な人間はいませんか。人の欲望を渦巻く街にどこからともなくやってくる真っ黒なトラック、その名は人間回収者。ほら今日も誰かの叫びが聞こえる。噂の都市伝説ホラー戦慄の第7巻、チャオデラックス、チャオデラックスホラーで大人気掲載中の今作品もついに7巻に突入。なんと今回は何でも願いを叶えてくれるガチャが人を地獄へと導く超話題の読み切り作ヤミヤミガチャも特別収録。この一作で心の闇の恐ろしさたっぷり味わってください。この一作でマジ人間回収者に預けるよあなた。ごちそうさまでした。はい、で人間回収者、ね、人間回収。私はクルンさんを本当に預けたい。やめてください。これさ、本当怖いよね。なんか読んでて怖くて泣きそうになるもん。マジでさ、黒いトラック見つけるとあやべえ。ばっかり。でもさ、この運転手さんいるじゃん。うん、何人かいるじゃん。でもさ、このさ、片目隠れてる。そうそうそう。だからいいじゃん。あの人イケメンだよね。わかる。結局そこにたどり着く。じゃあ皆さんも味わってください。お疲れ様でした。まあね、今回もね、たくさんのねコミックがね発売しますね。発売され5冊ですね。5冊、この5冊が9月1日頃に発売されます。楽しみだね。そう、もうみんな早く買って。今回も楽しかったかな。楽しかった。はい、じゃあそれでは皆さん、もう高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではせーの、バイチョー。苦味が薄れてきた。舌がバカだから分かんなくなってきたんだよ。正解。あ、正解だ。